あ、なんかちょっとした、ちょっとしたボス戦だ。キモ、怖。で、ここ、そういうことやな。はい、大丈夫。ベンチャートゥーザバイル、続きいきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、早速ダブルジャンプ、手に入れることができたわけでございますが、まずは一旦帰らないといけないのよね。カラス博士の元へ戻る。何よりもサイドクエストちょっとめちゃめちゃ多いな。その辺もやっていく必要が、うへい、あるんか分かりませんが、やっぱ夜になって敵ちょっと強なってるよね。強なってるっていうか早なってんのか、そんな気がするんですが、まずは帰りましょう。ただ帰り道がよく分かっておりませんが、やめて。やっぱほら明らか早なってる。すん、まずはもう何こいつ、戻ること優先で。ほいほい、あ、後ろ向けへん、そんなことはない。こっ、くそタイミングの取り方がまだわかんねえ。はっはっ、若干はっ、もっさりに感じんのよな、まだな。なんか警戒、警戒メトロイドバニアっていう感じではまだねえんだが、特に戦闘面がはっ、パリ中心の生活かい。どっから来たんだっけ俺。ぼっち、ぼっちはとりあえず後回しか。でもダブルジャンプ覚えていけるようになってるぞ。まあでも先にまず戻ろう。どうせ多分また博士がなんか依頼してくるでしょう。これでも戻ったらあれかな、朝にまた戻ってまうとか、そういうこともありえます。攻撃しにくいところ、おい、いや当たらへんぞあいつ。向こう側におんのかだな、こっち側におるんやな。そういうのも感覚で判別できるようになってかなあかんな。いてー、なにー、やめてー。ゲー、よし、こういうのは一回壊したらもう元には戻らんタイプなんでしょうか。いいよダブルジャンプ。次は早めに空中ダッシュ的なやつが欲しいな。それで空中ダッシュに回避能力がついてればめちゃ嬉しい。また薬を手に入れたのか本当に。そうです、あのバカなビーグルにもチャンスはありそうだな。ふん、計画が少しややこしくなる。ん、前なんかアイテムたのよな。いや違うわ、あ、これもなんかクエストアイテムなんや。今拾ったやつよねこれ。どっかでなんか使うやつか。たまたま敵倒して手に入った気がしたけど、そういうアイテムをたまたま取ったってことでいいのかな。来ます、次はどこだ、どこやったっけ。まあまあ広いのよなマップがな。でもってマジでマップっていう概念が存在せえへんのかな。今のところどのボタンを押してもないのよね。ここはここと学でる回の一員には見えないわね。じゃあ今日の合言葉は、知らん、虫か、なるほど、さっさと消えなさい、出入り口を塞ぐんじゃないわよ。またサイドクエスト。肝臓の調子が悪い、レイチェルをトニん、で不調を吹き飛ばし、読めない。バイルの中へ消えていった人たちのリスト、とても長い。いっぱいバイルに侵食されたってことなんやろうけどさ、俺がやられて1ヶ月ぐらい俺は眠ってたみたいな、そんな話や。あ、あれ壁、壁そんなんできんにゃ。でも俺が行きたいのはここじゃなくて
カラス博士の塔はあそこじゃなかったっけ。街はどうなってんだいこれ。現在サンリドリの道は閉鎖中。頑張れば無理か。はあ。まだちょっとどういう風に世界がこうなったのか、あのオープニングから始まって一瞬でこんななったんかな。とりあえずは親友を探してこいってな、そういう感じだと思いますが。いける、いけるよ。下水道、マップが覚えられんなマジで。とりあえずは帰りてえんだが。うん、そうね。取って、あなた来れる？うん、あ、持ってるよ。たまたまポニーの必要なのは、うん、魚運持ってるで。ふむ、馬か。彼らの足は幸せね。もらえないかしら、あの足。あ、何個か手に入れてこいってことか。これだけじゃない。魚運。レイニーブルック中央通りのマスのテリーは、渡したいんやけどな。十分手に入ればいいことが起こるかもしれない。ってことは結構数がいるってことね。でもって気づけばもう夜が明けるぞ。あ、こいつらおったな。こいつらおったってことはこっちでやってるか。おお、時間経過で普通に朝になる感じなんか。となると夜の間しか探索できへんところとか結構慎重に見極めなあかんな。なんと戻ったのか。いや、ヘレン、よく戻ったな。ヘレン、ゴリ、先ほど頼んだことは忘れてくれ。ゴリはあの助手やんな。薬を持ってきたのだな。素晴らしい。ふむ、実に喜ばしい状況になってきたぞ。頼んだもの以上を持ち帰ったようだな。そうだろう。さあ台に乗ってくれたまえ。え、なんかあはん、あえー、落とす、危な、落とされましたけど。ふむ、違うな。ゴリ、彼だけは死ななかったようだ。いずれにしても私は日中にしか罠を仕掛けないからな。少々膝をすりむいたかもしれないが彼は大丈夫だ。膝の具合はともかく、まだ生きているというのなら静かにしていてくれたまえ。ほらなゴリ、彼なら平気だと言っただろう。おほん、実は君に頼みたいことがあるのだ。君からは強烈なバイルが出ておるぞ。お腹にも悪そうだ。深呼吸して足のことを考えたまえ。それとその落とし穴のこともな。何あの N ってちょっとだけ入ってるのは、ちょっとミスったのかい。俺はこういうこと。お、なんか出てきた。変異内臓を選択。ウォールジャンプを選択。え、スキル的なやつ。ダブルジャンプは今覚えてる。ウォールジャンプで進化。エッセンスが体に引き付け、あ、これ結構欲しい。あ、やっぱここで素材使うんや。ダメージ反射。キャンプで休む際の回復力上がる。回復速度プラス。へえ。あ、ドロップをまず増やしたいな、そうなると。なるほどね。OK。まあでもこれ以外は、絶対覚えないと進めないっていうわけじゃない系やから、あとは強化やね。で、まあ初めての強化はこういう移動系のやつにしたってことやな。なんて書いてる、あれ。腸で育った新たな感情、肉体を駆け巡り湧き上がる。どういう、ヘイヘイヘイ。これ何回でも、じゃあ何回でもいけるなこれで。ダブルジャンプがもう、え、あんま意味をなさないぐらい一気に壁ジャンのおかげでなんとかなるぞこれは。ほら、もう取れないアイテムなんて、あ、ここはさすがに届かんか。うい、あとまだなんか空中ダッシュとか地面破壊系のやつとかいろいろあるんでしょうが。誰か倒れてる。私は何度もバイルのようなものを自分に似つかわしくないものだと考えた。というのは多くの場合、彼と同じように自分を保護してくれる者たちの幸福を見ると身の内に嫉妬の心痛が湧き上がるのを感じたからだ。言うとります。あ、またなんか手術剤みたいな。
どういう世界観。ちゃんと壁にちょっぴり捕まってからじゃないと、なんかちょっと捕まり精度が難しい。あ、誰か、また1日目何か良くないことをしてしまったのかもしれない。博士の機嫌が悪い。はてな日目、ここは掃除しろと言われてないかもしれない。なんや、壁に捕まってダブルジャンプ1回だけはできんやな。はあ、はあ、うーむ、時間がかかっているな。やはり膝をすりむいていたか。おお、なんじゃこれ、やったのかこれ。おお、これ、おい、ちょっと待ってやろう。すまんな、遅えな。ってか、うわ、何ここ危な。ハリエ、なんかの研究をやっぱしてんやんな、博士は。で、たまたま俺がうまく適合したみたいな。すごい速さだ。抜け出してきたか。そうすると思っていたよ。私が君を傷つけるはずがないだろう。そう、君はとてつもなく貴重だからね。せやろがい、無事だったらの話だがね。なんや、ほれほれ、そんなことをする必要はない。誰も傷ついておらず、その上大切なことを学べたのだからな。ほら、膝もすりむいていないではないか。クエスト更新。君はこの場所をよく知っているね。そう、またここに来たというわけだ。さあ、君が何を持ってきたのか見せてもらおう。なんと、なんや、どうやら君は純粋なバイルの標本を見つけたようだね。そうなの？標本をたくさん持ってきたら私の研究も進む。それは君にとってもいいことでね。君をさらに強くすることができるのだ。あのスキルツリーみたいなやつが標本っていうこと？さあ、この標本を装置の中に置いてみたまえ。そう、そうだ。まだ何もしてへんけど。いやね、スキルって書いてるわ。あ、ちょっと待って。変異内蔵とこっちもある。ブレードアタック。手の強化にも。あ、これで火力上げていくんか。なるほどね。OK。で、これに、標本を。標本とは、は、何、あ、アイアンメイデンみたいな。ん、なんや。よしよし、大したことなかったな。漏れてもいない。しかもたったの数時間で終わった。何したん。そもそも君なら痛みに耐えられるだろう。抜け出したければやり抜くこと。くれぐれも貴重な研究標本を持ち帰るのを忘れずにな。純粋なバイルは、ああ、早い。ビーグル警部補、ああ、薬が効いたよ。彼は君よりも早く回復。彼なら警察署にいる。町の噴水から北へ向かうんだ。あったな、警察署。あら、え、強化は？ビーグル警部補も俺と同じ能力をこれ持ってるってこと、もしかして。そうなると何、ラスボス警部補説。これなんや、何もならんけど。今のでなんかなったってことかい。次は、まあ、メインクエストとしてはエラーを探すっていうのが最終目標なんやろうけど、次は警察署に行けと。で、これの強化の仕方が、今のでここでできるんかなって思ったけど、なんか長押ししてできねえな。何やったんや。これで手軽にできるってわけじゃないのか。一旦まあ行くしかないよね。他になんか強化のためにできることって別にないもんな。警部補探し。まずはじゃあ警察署。マップがないのがこれほんまでも頭ん中である程度描けるようになるまで何回も走り回らなあかんのじゃ。お前らのアイテムってなんか取れてる？ん？なんで今だけ？ちょいちょいなんか日本語じゃないのが出てくるのはなんだ。いやだ、あげたりなんかしない。リキさん、私の友達さもないと、ふふ。こいつのサイドクエストもなんか言ってたよな。あなたのもなんかあったけど、子供たち
まだ分からず。あ、早速ここが警察署でしたわ。で、誰？ワンちゃん。あ、お前がビーグル警部補。じゃあ違うな、お前ラスボス説はもうその見た目的にありえへんな。あ、ちょうど君のことを探していたんだ。カロス博士から聞いたよ。私の代わりに勇敢な冒険をしてくれているんだってね。私のような老犬をあらゆる経験をしてきたと思っていたかね。全くそうではなかったようだ。悪党どもめが、悪党どもめ、腐った悪党だ。独房に食事を運んでいた人を殴るなんて臆病者のすることだ。何より腹立たしいのが私の警棒を盗んだこと。23年も愛用していたんだぞ。あら、警棒がキュウリのサンドイッチで両手で両手が塞がっていなかったら私が独房に叩き戻しちゃったのに。キュウリのサンドイッチ、えへん、えへんちゃうわ。まあ、とにかく君には感謝しているよ。よかったら指名手配書で悪党どもの人相を見ておいてくれ。旅の途中で見つけたら捕まえてくれてもいい。何それ、中ボスみたいな、いいのなんかいっぱい、賞金首的な。それじゃあ大事な話をしよう。うん、こっちで話そう。襲われる前気になる報告がいくつか入っていたんだ。はあ、シーソルト港、シーソルト港を出港した船が全て消えたというのだ。あら、海水の下で何かが起こっているらしい。一方、ウィーピングウィロー墓地では墓の管理人が全員消えた挙句、墓地はバイアリであふれかえってしまったという。霊長の方からはおぞましい音が聞こえるという報告が上がってきているが、例のバイアリのせいで現地まで行くことができない。うん、さらにブラックヒル鉱山は非常に危険な場所となってしまった。そう、以前よりもさらに、実に嘆かしいことだ。両親から忠告せざるを得ないのだが、私だったらあんな場所には行かないぞ。特に警棒なしではね。だがカラス博士が緊急事態だと言っていたからな。君のためにバリケードの一部を開けておく。なんか行けるとこいっぱい出てきたってことか。野ネズミ巡査の出ましか、どこ行ってたんだ。証拠品のロッカー、証拠品ロッカーの中身か、誰かが助けを必要としている時の君くらい随分見なかったな、野ネズミ巡査。はい、なんです、よく聞こえませんでした。いいんだ、君にはいろんなことがあまり得意じゃないみたいだな。さあ、たまには役に立ってくれ。この分かり、街の地図やったぜ、やっとかい。それとだ、野ネズミ巡査、今日の最後の仕事だ。スタンリー通りへつながる道にあるバリケード、さっき通れへんかったとこやな。冗談でしょう、あれを立てるのに1週間もかかったんですよ。外すんですか。守りを緩めるのは君の得意分野だろう。すごいいじり方。まだそこにいるのか。早く行け、それから私の警棒を見つけてこい。ふん、その小汚い警棒を見つけたらどこに突き刺してやるか、もう決めたからな。一体何様のつもり、俺より有能だとでも。警棒も同じに警官のつもりか。もう少しで終わりだったのに、あのヤバいバイルたちが入ってくる。落ち着けのネズミ、辛抱だ。漏れてるぞ全部お前、その声。あの男は臆病で悪党だ。何か一つ証拠をつかむことができれば、ここの独房にぶち込んでやれるんだが、肉へのパイより油切った信用ならない男。町の東へ行く道は開いたぞ。あれ、東やったっけ。君の子を祈る、気をつけてな。はあ、お、地図出てきた。うーん、こんな感じか。で、バイルの森。ああ、でも一応なんかこのマップに何があるよとか。あ、でもあの馬のやつも数決まってんやね。とりあえず東シーソルト港に行けってことかい。まあこの3つの場所を最終的に行ってこいってことよな。あ、そういうことや。全部ついた。全てのバイルのアウトブレイク地域を調査。ブラックヒル鉱山、シーソルト港、ウィープルングレピオ。めっちゃ出てきたやん急に。どれ先行くかによって結構変わんのかな。もしボスのね、あの倒すことで何か能力もらうならさ、行く順番大事よね。また引き返るのスウィーニーだ。今回は彼のいとこのパブで盗みを働こうとして捕まった。あの愚か者は新しい靴を履いていれば身分がバレないと思ったらしい。なんや、事件日誌、複数の不法侵入の通報があった。明日トガリネズミのサーリーを逮捕する。まただ。怠け者のグレックが婦人用の服を持ってレーンズ住宅街の奥に走ったところ捕まったらしい。住民のために服を干してあげているという言い分のようだ。なんかちょいちょいいろいろ見れるね。から、
まあとりあえずやっとちょっとした地図が手に入ってちょっとホッとしてる。7日目。これ以上日帰りのスウィーニー怠け者のグレッグのザレ言に耐えられない。こっから出る方法を探さなければ。はあ。警察署よね、ここね。もう脱走されまくってるやん。特に何もない。濡れたページ。今夜こっから脱走する話をした。日帰りのスウィーニーから念のため遺書を書いておけと言われた。スウィーニーが俺の持ち物は全部奴に預けると遺書にかけて言ったんだ。 PS、 そろそろ隠れ場所を探した方がいい。密輸にもうまくいったんだ。きっとうまくやれる。なんかあるってことかな。怠け者のグレッグ。あら、指名手配。あ、これが引き返るのスウィーニー。はあ、これが指名手配的な。めっちゃ増えるやん。なあ、全部。とりあえず OK？ この壁にあるやつは関係ないね。はあ。やることいっぱいっぽいですよ、サイドクエスト。さて、こっからまずは、東から攻めてみるか。じゃあこの辺の手配書は関係ない。でここはまだ入れない。まあでもマップが見れるようになってだいぶ助かったな、これはな。また盗み聞きの話。ちょうど腹ペコで鹿の肉が欲しかったもんで。あなたが馬の性質を理解していないというフィンチ氏の主張は正しいですね。前も言ってたな、これな。 OK。 トードクラウン。あ、入れるわ、ここ。何ここ。マスター、待ってたぞ少年。最近よく出歩いてるんだってな。君が迷い込んだ時のためにドアを開けておいてやったのさ。君のような変人の、おい、調子を伺うつもりはない。でも頼み事は聞いてくれよ。実はバンドが姿を消したんだ。マネジメントだけでも苦労したっていうのに。まだサイドクエストか。見かけたら伝えてくれ。バンドの練習が1ヶ月前に始まったと。おお、サイドクエスト。なんか寝声が。あ、これ、あ、そういう風にして集めていくんかい、アイテム。誰かいる。おや、わあ、ああ、そうか、ここで寝ちゃったんだ。一体どうやって。まだ出番じゃないの。それなら準備した方がいいね。ショーは続けないと。クエスト更新。離れ離れ。ああ、バンド、バンドメンバーか。今のでじゃあもう OK ってことか。待ってて、すぐに行くから。この場所は秘密にしておこう。じゃないとマスターに一日中リハーサルさせられる。何人おんの、バンドメンバー。あれ、物語の終幕。あれ、クリアかい。ツルツルのツルツルのスチュア港に行った。ちょっと機嫌が悪かったんだ。ソロ活動で、ソロ活動の件で考える時間が欲しいんだろ。全く扱いづらいやつら。アザラシのマートウィーピングウィロー霊長に行くところだった。あの子はでかいオルガンが好きなんだ。チビなのを隠せるからな。彼らを探してくれ。無事であることを願うよ。マネージャーとしてどうすべきだと思う。ああ、一人まだ見つけただけってことか。あ、ドラムだけ置いてある。なるほど。まあいろんなところ行ってる最中に見つかったらぐらいで、ある程度、まあまあメインクエスト部分を中心にいかんと。多すぎて終わらなさそうやで。なのでこっから、あれ、こっから東に行けるわけでは。ぐるっと回ってかなあかん。あれ、俺どうやって、現在地がこれちょっとあれやな。今どこにいるかっていうのはもうちょっと感覚で、こっち行ってこれで手前に戻ったってことか。感覚つかむの大変やね。でまたサイドクエストいっぱいあるんじゃん。アナグマのバディ、おいでおいで、恥ずかしがらずに。あなたの糸はダメね。繊維のガサガサでわかるわ。ありえない、またがりえないんだから。
え、これ服、仮面を変えたりとかできるってことかよこれ。なんかした囚人、ん、人生なんて楽勝、持たざる者の指定に、え、これ、あ、服変えれる。金の表記出てなかったからわからんかったけど、あれ多分もう買ってもうたやんな。あ、俺の服返して。どのタイミングで払ったよ今。持ってないってことよな、お金的なやつを。これもだからないけど、なぜか囚人服だけは。せっかくやし変えとこうか。お金的なもんでもこれ払ってもうたってことやんな多分今。おい、なんぼ払ってん俺。無駄に素材とか使ってもうたんちゃうんけ。おい、ちゃんと説明してくれ。ここはまだ入れない、まあ、とりあえずこっちの方だね。寄るとあれで多分だいぶ変わるんやろうけど、自由に行ける感じじゃないよな。なんとなく急がなあかん時がだから出てくるってことよな。戻ったのか、やはり君はできる男だと思った。彼がいなくなってた。だってそうやで、それ前言うたはずないけどな。冗談だろ、あれだけ頑張ったのにケビンのやつ、そう首輪があったのよ。5本なら問題解決だ。あんたは信用できそうだ。ケビンは僕のペットというか番犬だったんだ。オークタワーズ26号室の僕の隠れ家に首輪の鍵がある。はあ、それを持ってきてくれたら僕が見つけたヤバい代物をあげよう。お互いにとっていいことだと思わないかい。ああ、どこや、めちゃめちゃマジでアブクエ多すぎ。はあ、まずはもっかいだからこのエリア探索も多分せなあかんよな。痛い、接触ダメージやだ。接触ダメージなんかでマウント取ってくる敵がいたりとかするから嫌だな。こっちが病院、オークタワーズ、あ、オークタワーズの20何号室、そこの鍵もらったからこっちでじゃあ一応合ってるね。ほいほい、もうちょっと火力欲しいな、この辺の雑魚ぐらいワンパンで倒したいな。さっ、はいはい、オッケー。この辺は乗れんか。よし、何これ、キノコみたいなの取りましたけど、なんでしょ。でここは壁、あ、はっはっ、乗れんか、はっはっ、無理やな、向こうから行かなあかんな。スンスンスン、ひたすら壁登っていける感じではないね。スイス、よし、ででで、はっはっ、取れる。まずは取れ、なんでやねん頼むぜ。はいはい、うさぎちゃんの力でダブルジャンプよねこれね。すっ、あ、殴らなあかんのかあれ。ただ触るだけではないってことやね。お待たせしました、はっはっ必死、あれ取るだけで必死。これでも結構隅々まで見ていかんと、どこ行ってどこ行ってないかっていうのがねえ。ましてやよくあるメトロイドバニア的な感じで、自分が通ったところだけが色変わるとかさ、そういう仕様にはなってないから、探索するのが結構
めんどくさい系になるかもしれんぞ。ここの後は上、まだ行ってない。危な、あーこっちも気になる。はい、でまだ上行ける。血は大丈夫、右は何もない。よし、だーれ、めんどり、あるやだ、お客さんじゃない、羊を雇わないといけないわね、来てくれなんて思わなかったもの。とてもたくましい若者ね。あら、何なの、忘れていたわ。私はアグネスよ、よろしく。私のつつましい住みか、オークタワーズへようこそ。我が巣、何、おやおや、一緒に行きたいのは山々だけど、あなたはきちんとした服装してないじゃない。え、この服着てるからあかんてか。あら、着替えたのが裏目に出たかい。これは、あ、あ、届きはせんか、さすがに。なんかでも一応どっかの家には来たけど。ほい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 、で、まあお金的なのはちょこちょこ手に入っておりますが、あ、ここに出るのか、なるほど、 OK。 服着替えに帰った方がいい、一旦無視でいいかい。せっかく着替えたもんな。いやーこいつ、こう、 OK、 こう大丈夫。なんか意外とパリしてる割に寂しい音やな。んで、はい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 、よし、シーソルト港でいいよね。なんか何、なんか飛んでたぞ今。こっちで OK。 花つまみ沼、新しいエリア行くでー。よし、さらに、いや、針やなこれな。おお、新しい、ダーン、それはーん、あ、なるほどね、それジャンプ、あー初めてやられた。うん、セーブしてるもの。こうなったらお金とかどうなってんや、減ったか、どうや、大丈夫か。ジャンプ、しゃがむ、危な、しゃがむ、うっ、くそ、ジャンプ、そういうことやろ、しゃがむ、いや、ミスった、やばい、死んじゃう、回復、しゃがむ、うい、なかなか見極めるの大変。これって今更やけど、セーブすると復活するタイプ、ああ、そういうことや。なるほど。はい、はい。はい。近っ、危ね。あ、見極め、見極め、見極め。くそ。見極め。下手くそやな、まだまだな。これ、回復とかって、何で元に戻すんだい？これは？ああ、やっぱそういうことか。まあ、こういう系は任せなさい。あれ絶対なんか引っかかれるやつやんな。危険なヘドロの逆流が発生。ああ、なんかあれはだから能力いるけど。うわあ、危ない。手間、手前。うわ、うわ、なるほど。まあまあ。まあまあ今んとこ大丈夫。いけるんかな。怖っ、怖っ、やめて、まだ、あ、怖っ、まだ全然アイテム引き寄せのやつ欲しいな。スキルはやっぱ
こういうところでは、あ、行けるわ進化。あ、どこでも行けんのね。じゃあこっちは、こっちの、あ、行けそう。爪が強化、やるやる。なんだ、行けんじゃん。あ、じゃあ全然。トニックを早く消費、回復早なるってことかな。敵が攻撃すると敵が敵にダメージ与える。この辺いけるやつは言っとけ。一気に強くなったぞ。あ、引き寄せられてる。これありがたいね。ダイ、引き寄せ、そうそうそう。で、回復も早なって、いや、いいじゃない。おい、いいよ。ある程度快適な感じになってきております。その手前どうやって行くの。回ってこなあかんのか。これは、あ、なんかロープ握ってくれるね。あぶね、うい、大丈夫で、こっちからこうか。あはっな、大丈夫、余裕。ここどこ、現在地分かりにくい。ひい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 、おい、ゲップしよったかあいつ今。うわー、こいつ嫌い。ひい、うわ、上にしかも、上にしかも、それもダメ。はっ、てっ、あぶな、はっはっはっ、はいはい、ひい、やべえ、回復欲しい。おい、回復がマジでそんな簡単にはあげられませんってか。はあ、どっから来た俺。結構地図の感覚つかむのがむずいな、やっぱこの 2.5D は。で、ちょっと待って、そっちにも、こうすると戻るだけか、なんもねえか。じゃあこっちか、お願いします。眩しいね、日がどんどん傾いてってるってことかい。これで右側が行けるように多分だなったやんな。セブ、ふう、一応セーブぐらいでしか今のところまだ回復薬とかを、うわー気持ち悪、元に戻したりはできてないよね。あ、なんかちょっとしたボス戦だ、キモ、怖で、ここ、そういうことやな。はい、大丈夫。パターンか、パターンいって、意外と2ゲージ減ったりする。おい、あれ、パターン、はんはん、はい、はん、大丈夫。何それ何それ、危ね、おい、やめとけ。あっ、縦嫌やな。はい、なんかしてきそう、なんかしてきそう、なんかなんかなんか、痛い、それやば。あーくっそー、どこ、こうか、よかった。2ゲージ HP 持っていかれるから、結構3回当たるだけで死んでるよね。はい、ああ、はい、これ危ない、縦が一番危ないな。スンスン、いや、それ当たんのせこいって。回復で、はい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 、うわー、で速くなる、早なっている、ずっで、こっち来る、危ね、はい、てんてん、こっち来る、んここ、あーここ、あーここ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 で、またそっち行くよね、それせこい、この野郎。あー、危ね危ね危ね、てんてんじゃねえの。あー、はいはい、すんすん、あれ殴んの
だだだだだだ。殴りチャンスが、殴りチャンスがねえな。ほい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 。何回か避けたら殴りチャンス来るって感じかい。おい、やば、あつーん、やばいぞ。いや、それはせこい。はあ、はい、あーせこい。おい、ある程度避けといたらしばらくしたらバテる。そこを狙う、そういうこと。はい、だから無理して殴らない、そういうことやろ。おい、はあ、はあ、届くなよ。あ、こわ、あ、こわ、あ、こわ、やば。いや、バテる場所、バテる場所、君。はいはいはい、まだまだ、あ、なんか押してもうた、危ねえ。ふい、オッケー。あ、これで吸収もできるの、こんな中ボス的なやつで。え、もうダッシュ。新しい感情が湧き上がる、奇妙な感覚。居場所を探して必死でまとわりついてくる。早いわ、あ、いける。あぶね、 HP1 しかないからちょっとセーブさせて。回避能力まではさすがにこれついてないよね。あ、でも空中ダッシュも、なんでお前いんねん。空中ダッシュももう回避はやっぱできひんな。回避能力はなし。はいはい、食らうね。しかし、はあ、まあまあいいでしょう。よ、スキルなんか新しく、この辺の素材があればもっとなんかなりそうなもんだが、まだ何もできへん。空中ダッシュで届くやつ、そういうこと。おいおい、あ、もう間違えて、なんかプレステでやってるから、プレステコントローラーでやってるからパッドボタン押しちゃうわ。はっはっはっ、イエスイエス。めっちゃおるな向こう側、虫見えにくいところで。お前、へいへいへい、俺もいける、邪魔。はいはいはい、で進むべきは、まずは右にひたすら行くっていう流れでいいんかな。奥にめっちゃ虫おるけど、虫でいいよね。おい、何を持ってる。いや、俺より貧乏臭い匂いがするぜ、うせな。あれ、こいつってあれじゃん、足目手配のやつやん。ほら、この辺りは俺の縄張り。こいつをぶっ飛ばさなあかんちゃうの。わはっ、ええ、そういうアクションは任せなさい。えっち、すっと届かんぞこれ。ん、ふん、無理よ、無理だ。今はじゃあまだ向こうには行けんってことかい。いや、こっちから行ける。あー、また新しい虫、虫虫、何何、おい、あ、港でも来れたぞ。意外と沼抜けました。沼もでもまだまだ探索できるとこ結構あったよね。ほい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 、怖っ、でかっ、やめてそれは。ほい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 、やった、死んでいるってなったらセーブしたところまで戻るんだが、減ってる？アイテムとかが減ってるのかが、あ、あ、ちょっと分かりにいて、うぜえ、一撃が重いから敵がうぜえ。これであれやな、さっきの引き返るクエストが
更新もしされたら、やられてもうたら一気に戻されてるってことになるぞ。うわぁもう、はいはいはい、大丈夫、はいはい、はっはっは。意外とちゃんと避けなあかんから、そこそこシビアめよね。何を持ってる、いや俺より貧乏臭い匂い、うせえな。一応クエスト更新とかっていうのは出えへんから、一応データ的には何かしらその辺はセーブされたままってことよね。死んでもセーブしたところまで全部戻ってるとかそういうことではなさそう。ここや。すっかり夜になったけど、こいつ結構侮るとやばい。でお前はもう無視だ。キンキン、え、ほらこいつ雑魚のくせに舐めやがって。いやもうこいつ、はいはいはい、一応やれなくはないな。オッケー、まだなんかどっか行くやつちっちゃん。お前あの薄のろのせいで近づくことすらできない。顔の毛がどうとか、ただバカなことを喋ってるだけ。自分が獣の一人だと思っている。転落人生、何が、ふむ、きっと森の中にあるんだろう。何この人、何それ、ティーポットみたいなのを逆さにかぶってるんかい。あマップが手前もある。あ、下水道につながんや、ここなーだー、港ーやーめて。ああ、やっぱあの上なんかあの引っかかれるやつがいるっぽいよね。降りて大丈夫、あ、いける。怖っ、砂ハーマー。いた、なんかやってきそう。なんかそういうことか。ここ、はい、パリよパリ、パリタイミングがまだよくわからんわ。掴めてねえな。なんか殴れてる音がするけど、だーもうこいつ、ふんふんふん、うん、こっちといたら雑魚や、アホやった。へいっ、ふいふい、ちょ回復したい、はっ、回復欲しい、勝てえなこいつ。3952、いけねえ、かかれるやつが欲しい。うわ、狭いところでこいつ、それはさすがにせこくない。でもあいつもあいつで遠くまで物を投げれないんだね。やられました、めっちゃ戻った、やばい。あ、でも3952のままではあるな。ってことは一応やられても特にデメリットはなしかい。ただすげえすげえ戻されてる。はいはい、これはちょっとセーブができてないと結構な戻し作業が、敵もおるしなあ、結構な戻し作業が必要になってくるやつですね。こっちにカエルがおるエリアがあるんだが、今はこっち行かなしゃあないよな。ほいほい、回復もっと落としてほしい、マジで。ああいるね。で危ない、もうある程度ちょっと無視していかんとめっちゃダメージ与えてきよんだよこいつら。
ちょっとどっかセーブポイントを探したいな、とりあえず。お前らはもう無視だ。お金も欲しいけど。ちょっ、いやもうダメー。回復ー。セーブにとりあえず急ぎて。さっきのポットの人消えてるな。こっちの町から見てみるか。ネズミのデリック。そこの君。はい。新たな挑戦者か。いや違うか。君は弱そうだし、口ひげだって生えてない。ひげいる？ここには何もないよ。船乗りたちからは悪い風が吹いてるって噂を聞いたし、町の方からの悪い噂もあって、臆病者はすぐに逃げてしまったよ。でもみんな遠くまでは行けなかったんだ。ラッターズ島へたどり着く前に全員消えてしまった。まあそんなところだな。幽霊船？すぐそこにあるカッティングスナーク残ったよ。今じゃ陸に上がってる唯一の船だ。でも見に行かない方がいい。不吉だからね。あの古い幽霊船が桟橋へやってきた時にみんな仕事を放り出して家に閉じこもったんだ。あの幽霊船はどうにも妙なんだ。痩せこっけた現場監督が封鎖していったよ。おそらく中で見た光景がひどかったんだろう。彼はもういない。桟橋にいる生き物が彼を連れ去ったんだ。あら、鍵クレの高い場所にある。見逃しようがないよ。唯一残ってるのはあれくらいだから。鍵取ってこいってことね。あれでも行けんのか今。岸からはほとんど見えないが、向こうに何がいるにせよ、ボクシングのルールは守ってくれてないだろうな。この筋肉を見よう。あと数回で完璧にパンプアップする。とにかくそのうち俺と勝負しよう。手加減してあげるからさ。強そうこの人。ムキムキ。ジム。どこにセーブがあるかとかってパッと見わからんよな。知らない人。喋ってはくれない。ジム、建物の中にセーブがあるんや。そんなこともあるのね。入ってよかった。 OK。 じゃあまあまあ一旦港までやってきて、ああダッシュもできるようになりましたが、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。サイドクエストも大量で、ね、意外と一撃で、HP2 も削られるからなかなかシビアな感じですが、また頑張っていきます。それではまたよろしくどうぞ。